雪兎、エゾ雪ギ冬家のエゾ雪兎、エゾ雪ギは、兎木ギ科のギ属雪ギの亜種で、北海道の平野部から鉱山帯まで広範囲に、及ぶ、環境下に生息するギである。この亜種の故障は以前は、エゾのギであったが、研究の結果、本州以南に生息する日本のギの亜種ではなく、雪ギの亜種であることが判明し、 エゾ雪ギと呼称されるようになった。雪ギの学名のラテン語、ディーパス・ティミダスの意味は、臆病なギである。ディーパスがうさぎ、ギ、ティミダスは、臆病な。学名が示すように、本足は、用心深く、昼は身を隠していることが多い。エゾのギの呼称も使用されることがあるが、雪ギという呼称は、本州以南ののギと区別するためのものである。 和名映像の大ウサギの命名者は、岸田久義。この亜種は、冒頭で述べた通り北海道の平野部から、阿公山帯に生息している。種の雪ウサギは、世界中に十六阿蘇あり、イギリス、ヨーロッパ、ロシア、カラフト島、クナシリ島にかけて分布する。成獣の大きさには、オスとメスの差は、ほとんどなく、体長は五十から六十センチメートル、オナガワから八センチメートル、 耳長は7から8センチメートル、体重は1.6から3.95キログラム。新生種の大きさは体長約12センチメートル、体重は約110グラム。ホノアシ種は日本の野生種のウサギとしては最大であるが、本州以南ののウサギと比較すると体格に対して耳が小さい。これは寒冷地に生息しているので耳からの体温の放熱を抑えるためと考えられ。 ベルクマンの法則に当てはまる。尾は日本のウサギよりも長い。エゾユキウサギは、陶器とそれ以外の季節で、毛色が異なる。夏毛は、全体はほぼ褐色から肺褐色で覆面。足、次回は、白色から、開白色。冬毛は白色である。次回の縁は白色であるが、先端部は一年を通して黒色である。替え毛きは、 夏毛から冬毛は9月下旬から12月上旬、冬毛から夏毛は3月下旬から6月上旬。積雪期以外の時期でも発火している時期がある。足の裏には毛が密生し、冠きのような役割を果たし、雪上でも滑りにくい。その小さな体に比して、足は非常に大きく、その力強い足から生み出される走力は、日本の哺乳類で最速とされる。 時速時速 80km で走ることが可能。波数は、摂取が上4本下2本、剣士はなし、全球士は、上が6本下4本、五球士は、上6本下6本、合計28本。入刀数は、胸部に2体、腹部に2体、合計8個。指跡数は、全士が5本、甲子が4本、合計18本。ホノの毛色は、 前述の通り火器は褐色、陶器は白色であるが、これまでの研究により、発火は日照時間が短くなることに起因していると考えられる。そして発火の進行速度は、生息地の気温や積雪などの気象条件の影響を受ける。夏芸へのかえれは、日照時間が長くなることと気温が高くなることが相互に影響し合って始まる。 しかし発火の気候は単純なものではなく、本阿蘇を冬の日照時間が短く冷涼な気候の高緯度に位置する北海道から日照時間が長く温暖な低緯度の東京に移送して飼育した例では6年連続して発火した。ノルウェーから温暖な島に移送された雪兎と阿蘇の例では移送後数年間は発火したが、世代交代を経て40年経過後には、 ほとんどの雪ギが発火しなかった。発火の気候の全容はまだ明らかになっていない。巣を作らない本アシュは寝雪に穴を掘って身を隠すことはあるが、天敵から身を隠すのに必要である安定した安全な場所を持たないため、積雪期に発火する気候を持つようになったと遂行できる。鳴き声は飼育されている本アシュがキーキー、クイークイーと鳴くことが観察されている。 活動は主に夜であるが、冬になると昼も活動する。植生は草食で、カキなど草が茂っている時期は草を食べる。畑の野菜を食べたりもする。陶器の積雪器は樹皮や樹木の早枝、根雪に穴を掘って、進み雪の下に生えている草を食べる。根雪に穴を掘る目的は、雪の下の草を食べることだけではなく、 隠れ家として、穴を奥行き50センチメートルから1.5メートルほど掘り、穴の中に身を隠している。行動圏はおよそ10から20ヘクタールで、他の雪兎亜種よりも狭い。寿命は4年未満、平均で1年強で、成獣になる。生存率は10から20%程度である。繁殖期は二月下旬から七月で、出産時期は四月から八月下旬、妊娠期間は、 約50日。出産するコウサギ数は1から6頭で、通常は2から4頭出産し、1個体の出産回数はその年の繁殖期に通常1、2回、多い場合でも3回。出産場所は、天敵から十分に身を隠せる、背丈のある草地で、出産のための巣は作らず、草の上に出産する。生まれたコウサギは、目や耳が開いていて、視力と聴力があり、 体毛も生えている。出産後、母ウサギは、子ウサギから離れて行動し、授乳の時だけ子ウサギの元にやってくる。離乳時期は、生後3から4週目。離乳期とほぼ同じ時期に子ウサギは親離れして、独立して行動し始め、翌年から繁殖が可能となる。本和種は飼料中で、年間数万頭も捕獲できた時期もあったが、近年は数百頭にまで減少している。 生息数調査においても1985年には0.05棟ヘクタールであった生息密度が1990年には0.01棟ヘクタールに減少した。主な原因として挙げられているのが植林地や農耕地の減少に伴う生息地の減少、天敵であるキタキツネの増加、日本イタチの移入が原因とされる。また、雪は個体数の変動に 周期性が見られ、北欧で2の3年周期、スコットランドやロシアでは8の12年周期であるが、エゾユキウサギにおいても、このような個体数の変動が原因の一つとなっているかどうかは不明である。ホノア種は食物連鎖の底辺に位置する非食者であるため、エゾユキウサギの減少は捕食者である猛禽類などの個体数にも影響を与えるため、 本アシュの個体数減少の原因究明が急務である。2014年3月3日発売の2円普通切手の衣装となったウェブサイト出版物。ありがとうございます。